友達を探しているコログは赤丸付近にいます。マップの南から向かうのは大きな川があるのでおすすめしません。できれば上の方からコログの場所に向かいましょう。空島の西側のコログは、ウコンホの祠から向かうと近いです。ワープを解放していた場合、ウコンホの祠から向かいましょう。パラセールで降りていけるので、メインストーリーを進めて、ゲットしておくと良いですね。目的地に着いたらコログがいるので話しかけます。レールの先に友達がいるみたいです。近くの丸太とフックを使ってコログを運んであげましょう。丸太の上にフックを2本くっつけました。こんな感じです。リフトのようなものができたらレールの上にフックの先を引っ掛けます。先に進んでしまいました。でも、大丈夫。戻れ子で時間を戻すと元に戻ってきます。戻っている間にコログをウルトラハンドで丸太にくっつけて自分も乗り込みましょう。時間を解除すると、先にリフトが進んでしまいました。そんな時には、戻れ子で再び時間を戻して乗り込んでいきましょう。一本だと細く乗りにくいので、乗れない場合、土台の丸太を増やした方がいいかも。乗ったらモドレコを解除します。時が戻ると丸太が友達のいる島まで進んでいきます。ウルトラハンドでコログを取り外し、近くにいる友達のコログまで届けます。友達のコログに話しかけるとクリア。報酬でコログの実が2つもらえます。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。